はい、皆さん、こんにちは。勝利です。今日はですね、エナイプンのスイートベノムの MV が公開されました。ということでですね、そちらの MV の良かった点と悪かった点を話していきたいと思います。まずは楽曲の説明を読んでいきます。スイートベノムはグルービーなベースラインをベースにしたファンクポップジャンルの曲、メンバーの J が作詞に参加した歌詞には、全身に毒が広がっても、君のそばで持ちこたえるという誓いの話が持ち込まれていますということです。ああ、J が作詞したんですね。たくさんの人に聞いてもらえるといいなと思います。ではまず MV の良かったところを話していきます。ミュージックビデオの作りが本当に面白かったね。こういう感じが、あとダンスシーンね、この定点カメラ風なところがみんなすごいイケてました。全員のダンスレベルがすごいっていうことがすごい伝わってきました。あとね、ここのジャケット脱ぐとこ好きです。やっぱね、ニキのダンスは最高よ。こういう世界観はニキ得意だよね。あとヒスン、ここ良かったです。タイトル曲でソヌがセンターしてましたね。最後のジェイクのベノムってところも好きです。良かったです。悪かった点と言いますと、まああんま考えたくはないんですけど、まあ、楽曲自体に驚きとかパンチ自体はなかったのかなというふうに思います。でもね、すごいおしゃれだし聴きやすい曲でいいと思います。まあたまにはこういう曲もいいのではっていうふうに感じました。ご視聴ありがとうございました。これからも韓国の情報をいろいろ投稿していくので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また会いましょう。